簡単なステップとヒップロール、ポージング全部くっつけてやっていきたいと思います。ではまず、ポージングですね。ポージングの形ですが、斜め45度の方向に、前足を出します。で、体重は移動しないように元の位置に置いておきます。で反対側の前足と反対足の手を、腰に置いて、反対側右側を頭の後ろに置いておきます。ここでヒップロール、ロール、ロール、ロールと回していきます。左周りに、回していきます。でこの時になるべくこう軸がねぶれないように、頭と胸の辺、ここはこう固定しておいた状態で腰を回していきます。ちなみに左のかかとは今上がっています。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、こういうね、あの綺麗なポージングの形をまずは取ってみてください。では反対側もやってみます。このまままっすぐ戻ったら斜め45度反対側に行って、前の足を一歩前に出します。かかと上げてます。はい、そしたら、右手腰に置いて、左手頭の後ろでちょっとこう体をねじったような感じですね。グッと、はい、引いてこの形を固定して、今度は右回りに腰を1、2、3、4、5、6、7、8回していきます。ポイントは同じですね。軸をぶらさないこと、はい、で腰だけなるべく動かすようにしていきます。ではまずこれを、曲に合わせてやってみましょう。はい、では右側のポーズから5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、軸ぶれないように続けて2、3、4、5、6、反対1、2、3、4、5、6、はい、頭の位置変えずに3、4、5、6、7、8、はい、はい、では同じことを今度はゆっくりと早くとこう混ぜながらやっていきたいと思います。ではゆっくりから5、6、7、8、1、2、フォーカウントからいきましょう。1、2、3、4、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 
1,2,3,4,1,2,3 ポージングも崩れないように綺麗な形を保ったまま腰を動かしていきます。1,2,3,4,1,2 次2カウントできます。5,6,7,1,2,1,2,1,2,1,2 続けて反対ゆっくり1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 次2カウントで1,2,3,4,5,6,7,8 はい OK です。はい、今度はステップなんですけど、もう本当に簡単で、体まっすぐの状態から右足左足を交互に出していくという動きになります。ちょっと横向きでやってみましょう。はい、右、重心はここに置いておいてください。右足出して、左足出して、右足出して、左足出して。で、重心を少し下に膝を軽く曲げておいてください。1,2,3,4,5,6,7,8 これを後で応用して、反対、左側だったら右側の足、これも45度ですね。で、戻って45度反対で左足今度出す。右側に行くときは左側出す。
反対側の足をクロスさせていって、こうちょっとこうね、あのずらした感じにやっていきます。でこれちょっと全部曲につなげて一緒にやっていきましょう。では横向きからいってみます。パー、シック、テッ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セン、右、左、このまま左、なったような気がする人もいるかもしれないですが、これはこっち向き、こっち、こっち、こっちとずらしてるだけです。左、右、左、右、左。足つけます。トン、トン、戻す、出して戻す、出して戻す、出して戻す。ゆっくり行きましょう。出して戻す、出して戻す、出して戻す、出して戻す。出して戻す、出して戻す、出して戻す、ドン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セーブ、ねじっ、腰をねじっ、はい、慣れてきましたかね。じゃあここにさっきの最初の動きをくっつけたいと思います。ドン、ドン、ドン、左だと、あ、ごめんなさい、右側は左回す。ダン、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 左回します。ツー、スリー、ダン、ダン、ダン、回します。ダン、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 次回します。ダンダン、タッチ、回します。ダン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 、はい。今のは、まあ、タイミング何回ステップをやって回すかとか、この回す回数とかももう自分で自由に、あの好きなタイミングでいろいろやってみてください。で曲も、あの自分のお気に入りの曲をかけて、もう単純なあの動きなので、そこにワン、ツー、スリー、フォーとね入れてやってもらえれば、どんな曲でもできますので、やってみてください。